最近もうサウナが好きで、でそれで一回あのサウナ入って、で2分3分ぐらい入って、でまた出て、で水風呂入って、でそれでまた入って2、3分入って、でそれでまた水風呂入って、そういうのを3回やっています。人気天才子役の浅田ハロちゃんと長尾ゆのちゃんが一日警察署長に就任し、愛嬌たっぷりのダンスや特技を披露、元気いっぱいに秋の交通安全宣言を行いました。交通安全宣言。私たちは交通ルールを守ります。運転手さんは絶対お酒を飲んで運転しちゃダメ。自転車を運転するときはヘルメットをかぶろう。道路を渡るときは手を挙げて運転手さんに止まっての合図を送ってね。みんなが交通ルールを守って安全な街にしましょう。浅田ハロちゃんと長尾ゆのちゃんの2人が一日署長に就任したのは、千葉西警察署が秋の交通安全運動として開催した交通安全キャンペーンイベントです。先ほど警察官制服を着用していただきました。そして今は白バイ隊員の制服も着用していただいています。先ほどの警察官の制服、そして白バイ隊の制服着てみていかがですか？浅田ハロちゃんと長尾ゆのちゃんの2人は地元の子どもたちと一緒に交通安全ソングの可愛い振り付けダンスを愛嬌たっぷりに披露しました。なんと特技がマジックだそうです。今日はね、特別に皆さんに披露してくださるそうなので、じゃあぜひハロちゃんお願いしてもよろしいですか？ここに真っ白なノートがあります。真っ白なノートがあります。すごいです。今度は絵に色がついて鮮やかになりました。私が特技はにらめっこで、
ステージにいるお二人を見れるのですね。じゃあ、ゆのちゃん、ピアノ1個お願いします。千葉西警察の一日署長を務めさせていただいてどうでしたか？感想お願いします。はい、今日はこうして皆さんと一緒にダンスを踊ったりとっても楽しく、交通安全のルールについて学ぶことができました。本当に楽しかったし嬉しかったしドキドキだったし、こういうのが初めてだったので本当に嬉しいドキだったので、なので交通ルールを守って、で交通ルールを守って、でそれで安全な街にしようかな、しようと思います。二人はハマっているもの、趣味などありますか？今日皆さんと一緒に踊って、私も皆さんみたいにダンスを習ってみたいなと思いました。最近もうサウナが好きで、でそれで一回サウナ入って、で2分3分ぐらい入って、でまた出て、で水風呂入って、でそれでまた入って2、3分入って、でそれでまた水風呂入って、そういうのを3回やっています。改めてちょっと将来なりたい職業とかはどうですか？将来なりたいのはやっぱり役者さんにはなりたくて、でその中でもいろいろなお仕事、そのお芝居の中でも役者さんとしていろんなことをやっていきたいと思います。やっぱソフトクリーム屋さんってありますよね、そういうのがあってでそれをやって、でやってた、それでお店屋さんやってたらやって、で置いといて、またやって置いといたら最後に全部爆睡して食べたらまた食べて、そういうのを一回やってみたい。わかりました、ありがとうございます。なんか毎日やってたらピーピーちゃんになっちゃうので。人気天才子役の浅田ハロちゃんと長尾ゆのちゃんが一日警察署長に就任し、愛嬌たっぷりに秋の交通安全宣言を行う。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。